中年オタッキーです。夏が終わりそうで終わらず、なかなかしんどいですね。まあ、梅雨が長かったんで、時期は短いんですけど、温度がすごいっすよね。まあ、朝晩ちょっと涼しくなってきて、ちょっと楽っていう声も聞こえるようにはなってきましたけど、まあ、皆さん体にはね、十分ご注意ください。まあ、そんなわけで、どんなわけかよくわかんないですけど、今日はね、このカメラの紹介、どっちかというとレンズ紹介に近くなってくると思いますが、このリコーのね、XR500 オートっていうね、カメラを紹介していきます。このカメラですね。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このね、リコーの XR500 オートなんですけども、ずいぶん前の動画でね、紹介させてもらったんですけども、謎のカメラということで、何のことはない、これね、イオっていうメーカーじゃないですよね。文字がね、色が落ちちゃってるんですけど、まあ、白いペンキをね、入れて、文字を復活させるっていう手もあるんですけどもね、まあ、面白いね、このままでいいかなと思って。まあ、やけくそってかなというか。まあ、発売はね、1982年でね、当時の価格はね、49,800 円だったらしいんですけど、果たしてレンズ付きなのかどうかもわからん。多分ね、レンズ付きだと思うんですけど、どんなレンズが付いてたのかもわからないですし、謎に包まれております。調べても出てこないですし、リコーのね、ホームページでもね、データがもう削除されてるんですね。で、もう情報が出てこないんですよ。で、まあ、絞り優先オート専用機になりまして、もうね、この軍艦部のスイッチがもう適当ですよね。ロック、オート、X、B X はまあフラッシュですね。オートは絞り優先オートで、 B はバルブ、一応バルブがついていて、シャッタースピードは選択することができませんが、最高速で1000分の1で切れるようです。で、こんなね、簡素なのに、露出補正ダイヤルはちゃんとあるんですね。よくわからない。まあね、まあ、全部プラスチックのボディでね、まあ、XR500 オートという XR500 っていうカメラがありましたね。まあ、それはね、39,800円ということで、まあ、シャッタースピードは500分の1までということなんですけども、まあ、1000分の1まで切れるやつをなんかね、無理やり500分の1までしか切れないようにして、廉価グレードとして売られたとかなとか、そういう、評判もありますけども、まあ、これはちゃんと1000分の1まで切れるんですけどね、全速電子シャッターでして、まあ、自動のね、絞り専用、絞り優先オート専用機ですね。まあ、そうなんですけども、まあ、安っぽい作りといえば安っぽい作りなんですけど、一応これ、あれですね、縦膜、ちょっともうね、これ油が出始めてますけど、機械膜のね、縦走りになりますね。よこんな感じになりますね。まあ、カメラはね、安っぽいんですけど、まあ、K マウントのね、レンズが使えるということで、まあ、ペンタックス K マウントのレンズが使えるんですね。まあ、カメラ紹介はまあ、この辺でいいんですけどもね、今回ね、注目したのはね、実はレンズなんですね。まあ、このカメラもね、そのカメラが欲しくて落札したわけじゃなくて、レンズが欲しくて落札したの。確か、500円で落札したんだけど、もう忘れちゃった、だいぶ前なんでね。で、ついてるレンズがね、このリケノンのね、Pズーム、3570の F3.5 から4.5 っていうレンズがついてました。これもね、ほとんどね、情報がなくて、7分7枚なんじゃないかなということで、これバージョンアップしてね、新しい3570の F3.4 から4.5 っていうレンズもあるみたいなんですけども、それはコンパクトになってて、まあ、それも写りはいいらしいんですけども、こちらはね、その古いタイプのね、ちょっと大きいやつになります。結構ね、ズームすると長くなっちゃうんですよね。コンパクトではないんですけどね。ただね、描写もね、素晴らしく良かったです。で、マクロもついて、70ミリだけですけど、マクロもついてるんですよ。今ちょっとマクロにしましたけどね、だいたい20センチくらいまで、25センチくらいかな、まで寄れるように、結
構寄れるということで、使えるズームレンズだと思いますね。で、描写の方なんですけどもね、まあ、一応試写、してきたんです。今回はね、コダックのトライ X を使用しました。で、まぁ、ちょっとね、忙しくてバタバタしてた時期に試写したんでね、適当ないい加減な写真しか撮ってないんですけどもね、光の強い状況、弱い状況、まあ、光の強い状況でもコントラスト崩れもないですし、単焦点レンズにもそんなに負けてない描写になると思いますし、会長もね、まあ、見ていただければわかりますけど、会長豊かに仕上がってると、まあ、フィルムの力もあるといえばあるのかな。まあ、シャドウ部分もね、完全に潰れず、しっかり表現できていると思いますが、どうでしょうかね。このズームレンズなんですけど、まあ、K マウントの、ボディで使えるということで、現代もね、ペンタックスの、デジタルカメラですか？デジタルカメラにも、まあ、使用できるものにはなりますけどね、果たして、その、現代のレンズに比べてどうなのかっていうのは、現代のペンタックスの、デジタルカメラ用のね、ズームレンズを使ったことないからわからないんですけどもね、もしね、その、ズームレンズ、こういうズームレンズを持ってないっていう方があればね、かなり安価に入手できると思いますんで、まあどうかなっていう感じなんですよね。まあカメラとね、セットで、500円ぐらいで購入できたっていうか、まあジャンクはジャンクなんですけど、ちゃんと動きますし、その LR442 個で動くんで、非常にランニングコストは安いです。デザインもね、まあ、これはちょっとね、メーカーの文字が落ちちゃってますけど、ちゃんと入ってたら、まあ悪いものではないと思いますね。ファインダーはね、ごくごく標準的なものですけど、これちょっと簡素化されすぎてるんですね、このカメラ自体はね。まあ、ペンタックスの ME とかね、その絞り有線オートのカメラはね、大体ね、そのシャッターを半押しすると、シャッタースピードどのぐらいで切れるかって表示があるもんなんですけど、これ全くそれがないんですね。もうね、露出がプラスかマイナスか、フラッシュを使うかとか、そういう次元の表示しかなくてね、ちょっと簡素化されすぎて、そのファインダーの中を覗いた感じはもうビヨーンって感じなんですけども、まあ、このレンズ、レンズを入手するために、カメラを買ったっていう感じになるんですけどもね、まあ、XR500、ね、安い方のね、XR500 の方が使ったことがないんでわからないんですけども、まあ、そうですね、カメラ、自動露出任せで、撮ってきてこれですから、まあ、発売から40年近く経っていることを考えると、まあ、タフなのかなと。思いますね。まあ、ジャンクボックスに転がってて、まだ K マウントのボディ持ってないよとかいう人には買う値打ちはあるかもしれませんが、まあ、わざわざ買う必要はないカメラになりますね。レンズがね、いいのがついてて、また、例えば、XR リケノンでね、50mmF2、あれは富岡光学製造ですけど、あれがついてたりしたらもう飛びついてもいいんでしょうね。で、このレンズなんですよ。どこが作ってるのかもわからないです。情報がね、少なすぎてわからないんですよ。時期的に考えたら富岡が作ってる可能性もないとは言えないですけど、全く情報がないんで、わかりません。で、情報を持ってる方がね、もしいらっしゃいましたら、お寄せください。コメント欄とかでね、何でも結構ですんで、情報いただけたらと思います。はい、今日のカメラレンズ紹介は、こんな感じになってまいります。ちょっとね、このカメラレンズでね、視聴回数稼げるかな、まあ、そういうことも考えてしまいますが、まあ、こんな感じになっていきます。はい、それではね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーになってまいりますね。トップバッターはね、ポンポコさんの作品、タイトルがね、夏のオアシスってことで、ね、カメラがね、これね、先に作品を紹介しますけど、作品的にはね、平凡な作品だと思いますけども、使ってるカメラがすごいんですね。コダックレチネッテ 2B45mmF2.8、まあ、フィルムは富士カラースペリア400の期限切れ ISO100 に設定ということなんですけど、
これね、レチナってやつですね、ドイツコダックで製造されたカメラということで、僕も詳しくはわからないんですけど、露出系、セレン光露出かな、でライトバリュー式でプログラム、手動でその設定するプログラムになるんじゃないかなと思いますね。ちょっと詳しくはわからないんですけども、まあミノルタのね、ユニオマットと同じような構造のカメラになるんじゃないかなと思います。 F2.8 もしかしたら、プラナーあたりの同じ構造のレンズに4枚玉になるのかはっきりはわからないんですけどね。まあ、あのね、貴重なカメラで撮影しているということですね。はい、ポンポコさんありがとうございます。ね、次がね、一都市九さんの作品で2枚、1枚目がね、タイトルが籠城、2枚目がね、アニメに出てくるような大木ということで、どちらもね、カメラは F フォトミック、ニコン F フォトミック、レンズオート 50mmF1.4、ケントメア100でちょっと減感したということですね。作品なんですけどもね、減感をね、したということで、まあ、粒子はね、細かくなってます。ケントメア100はね、T 粒子じゃなくてね、吸入剤なんですけどもね、玄関現像、まあ玄関現像しなくてもね、比較的ね、微粒子なんですけど、玄関現像することによってね、よりシャープにはなってますね。タイトルと画像はどちらもちょっと微妙に合ってないという、写真的には悪くないんですけども、特に2枚目はね、もうこれ、大木なんですけど、大木かどうか分かんなくなっちゃってるんでね、キレキレに写ってはいるんですけどもね、まあニコンのレンズ、50mm の F1.4 は、オートニッコールですか、50mm ニッコールオートか、でね、解像度がね、高いのはね、もうはっきり分かってるんですけどもね、ちょっと微妙かな。はい、一都市九さんありがとうございます。次がね、テラーさんの作品、タイトルがね、2020年カッコ R2 ということで、ちょっと僕よくわかんないんですけども、カメラね、ローライ35、フィルムがね、ロモクロームパープルですか、これ、これクロームということはリバーサルなんですかね、ちょっと僕知らないんですけど、調べる暇もちょっとなかったんですけどね、で作品なんですけどもね、これね、まあ、駄菓子屋さんというか、かき氷屋さんというか、お茶屋さんというか、の前にね、うさぎのぬいぐるみが2体、置いてありますけどね、これはこれでいいんでしょうけど、僕だったらこれね、これ斜め構図ですけどね、僕だったら真正面で撮ってね、ちょっとかしこまったうさぎさんを真正面から撮るかな、そっちの方が面白いんじゃないかな。まあ、レトロな建物にね、うさぎのね、ぬいぐるみ、でっかいぬいぐるみが2つ、なかなかね、面白い作品になってると思います。はい、テラーさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんから2枚。タイトルがね、1枚目がね、焼けた日差しの下で、2枚目が、ひたすら待つということで、カメラどちらもね、ヤシカマット 124G、富士フィルムのネオパンアクロスを使用しております。で、2枚目だけクローズアップレンズを使用しているということなんですけども、これ2枚ともね、スクエアの写真なんですけども、加工するアプリの関係でどうしてもね、16対9の画像になってしまう。サムライジャパンさん、すみません。で、写真なんですけどもね、これがね、もうね、上級者の匂いがブンブンする作品ですね。2枚ともね、光の境界線、光で遊んでる感じがね、もうバリバリにしますね。まあ、ヤシカマット 124G で一応露出系あったのかな。まあでもね、露出系があったとしてもね、これ露出系なんか当てにできないような光線状態だと思うんですよ。これでね、ドンピシャのね、露出で撮ってます。素晴らしい作品だと思いますね、2枚とも。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。相変わらずいいですね。次がね、これはスーさんの作品ですかね。タイトルがね、光と水、使用カメラキャノネット QL17、フィルムがね、富士フィルムのネオパンアクロス期限切れということですね。大学生以来久しぶりにモノクロフィルムを使用し、
神川神社で撮影しました。梅雨明け後の晴天で、光と水を表現してみましたということですね。これなんですけどね、あのネオパンアクロスらしい柔らかい描写で、映っております。これね、噴水にも光が柔らかく当たってて、ね、趣深い写真にはなってますね。もうちょっと派手さが欲しかったかなってところはありますけど、まあこの環境ではこの辺が限界なのかも、知れませんね。はい、スーさんさんありがとうございます。今日はここまでかな。1,2,3 はい、ここまでになりますね。ほんで次はね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はね、ドリームロコモーティブさんからね、やったやっちまったのコーナーに投稿させていただきます。今回はやっちまった6割やった4割かなということで、ちょっと微妙なあの購入ということですね。ニコの F 機はハードオフのジャンクで購入した F60 しか持っておらず、もう1台欲しくなったのでなって、手頃な、値段の手頃なニコン F90X ヤフオクで4521円で落札。一応商品コメントにはシャッター折りますとの表記があったので安心して落札したところ、電池が液漏れ状態、電池を交換しても起動せず、シャッター折りますイコール電源が入ってシャッターが切れますだと思っていたんですが、残念な結果に。これちょっとひどいですね。これは僕が言った評価下げますね。今回の商品はね、レンズ付きの出品でまずまず使えそうなタムロンの A03-28200F3.8 から 5.6 と旧デザインのニコンプロストラップが付いてきたので、これはこれで良しと思い、今回はレンズとストラップ台になった感じです。比較的ニコン F90X はヤフオクでも玉数多いので気を取り直して次の商品を狙いたいと思いますということなんですけども、 F90X 積んでたよな。M90X、 僕のはね、ここに積んでるよ。やった。これはね、カメラのなにわ神戸店でね、購入した F90X になりますけども、今ピッカピカの見た目になってますけど、外観はね、もうベトベトに粘ってました。ちょっと今フィルムは入ってるんですけどもね、シャッターはちゃんと切れます。あ、これマニュアルフォーカスのレンズがついてるから音フォーカス動かない電源もちゃんとね入りますしね。単三電池でね、単三電池4本でね動くんでね、すごくいいカメラですし、オートフォーカスもバリバリ早いしね、何よりね、これオートフォーカス時代のカメラにしてはファインダーが素晴らしくいいんですね。だからマニュアルフォーカスのレンズをつけてもね、何の苦労もなく写真を撮ることができます。当時のまあ、ハイアマチュア機、プロサブ機っていう感じの位置づけのカメラですかね。すごいいいカメラですよ。ドリームロコモディブさん、ストラップはねちょっと羨ましいです。これ、旧デザインのねニコンのプロスト、僕ちょっと見たこともほとんどないぐらいのこれプロストラップですけどね、ちょっと欲しいなと思いますね。はい、ドリームロコモディブさんありがとうございます。次はね、初投稿が来ました。私の街のカメラ屋さんコーナーかな。タイトル忘れちゃった。そちらに行こうと思います。私の街のカメラ屋さんコーナー、ようやく初投稿が来ました。このコーナーはね、投稿はね、あんまり数は期待してないですけどね、まあ、来たということでちょっと喜んで投稿、紹介させていただきます。ドリームロコモーティブさんからの、紹介です。今回はフィルムカメラを扱っているお店紹介のコーナーに投稿します。東京都小平市にある写真屋さん、カメラの山屋さんです。私の家の近所にあるお店でカラーネガの現像をお願いしたり、定期的にイベントに参加したりしています。取り扱っている中古カメラや中古レンズは、専門修理会社オーバーホール済みの良品がほとんどなので、状態の良い個体を求める方にはおすすめのお店になります。お一人様300円のドリンクバーもあり、定期的に懇談会やポートレート撮影会など
イベントも開催。また店内の壁を利用した作品展示も1週間で3000円からスペースを借りれるので、気軽に個展を行ってみたい方にもおすすめ。私も2回ほど個展を開催していますということですね。住所はね、東京都小平市学園東町 3-1、定休日が木曜日、営業時間は AM10 時半から PM7 時ということですね。今回店長さんに YouTube 掲載許可済み、お店の情報を概要欄に掲載していただけると幸いです。よろしくお願いします。もちろん掲載しますとも、この動画のね、説明欄ですか、に、詳しい情報、住所、電話番号等を記載しますし、ウェブページのね、リンクも、掲載いたしますので、東京の方ね、小平市にこのようないいお店がある。こういうカメラもね、並んでるんですけど、むちゃくちゃに程度がいいのが並んでますね。値段もね、やっぱオーバーホール済みということでね、それなりの値段しますけど、これ特にね、もうフルメカニカル機とかだとオーバーホール済みなんで、安心して長年使えることを考えると、この値段を払う値打ちは十分にあるんじゃないかと。逆に安いっすよね、これね。安いと思いますね。だってオーバーホールって3万ぐらいかかりますから、安いですね。うん。いやー、いいお店ですね。レンズはそこまで高くないっぽいですよ。近くにあったら多分ね、ドリンクバーもあるということでね、多分通い詰めしてね、カメラ談義に花を咲かせるような場所になるんじゃないかな。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございます。いいお店ですね。行ってみたいですけど、さすがに東京の小平市にトラック路駐してお店訪問とか無理かな。まあ今日のね、動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。いつも言っておりますけどね、この動画、高評価、コメントに支えられております。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひ高評価お願いします。コメントもね、暇な方はね、コメントお願いします。また、チャンネル登録ね、3000名に徐々に近づいてまいりました。チャンネル登録3000名になるとね、カメラプレゼントをね、実行いたしますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。それでね、次の動画なんですけど、もうネタがね、死ぬほどあってね、本当に毎日でもね、動画作れるぐらいの勢いになって、毎日作るって暇はないんですけど。で、まあ、次回はでもね、カメラ紹介とかそういうのちょっと、やっぱり久しぶりにね、撮影技術のね、お話にしていきますね。露出を極めるっていう感じのね、内容でいこうと思ってます。撮影技術のね、動画作ってもね、再生回数全然伸びないのは分かってるんですよ。あんまりね、興味がない、撮影技術に興味がない人が多いのか、有名な YouTuber の方でもね、以前撮影技術をね、頻繁にアップしていた人もね、もうやめちゃって機材紹介のね、動画ばっかりになっていってるということは、やはり YouTube でね、撮影技術をやってもあんま伸びないということですね。でも僕はね、懲りずにやっていこうと思っています。次回の動画は、露出を極めるということでね、行こうと思ってますんでね、ちょっと EOS 5D Mark III を使って、露出をね、こういじったら面白いとか、露出の、基本の考え方、をやっていこうと思いますんで、こうご期待ということで、はい、今日の動画はこんな感じになります。次の動画、いつ動画アップするかな、まあ2日3日後にはアップしようと思ってますんで、頑張って動画アップしていきますんで、よろしくお願いします。で、今回ね、紹介した私の街のカメラ屋さんコーナー、中年オタッキー2の方にね、ネタをね、投稿していただければと思います。次戦、他戦は問いません。他戦の場合はね、必ずね、お店の、許可を、いただいてくださいね。勝手に掲載してトラブルになるっていうのはもうぜひ避けたいんで、許可取りましたって嘘つかれても困りますので、ね、絶対、許可を取って取材、してください。はい、それではまたね、次の動画までお待ちくださいませ。ごきげんよう。さようなら。